はい、どうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ちょっとね、最近動画全然上げれてなくて、本当に申し訳ございませんでした。まぁ、ちょっとね、8月ほどね、動画をバンバン上げれるあれじゃないですけれども、まぁ、なるべくはね、多くね、上げれたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、こちらございます。はい。ラブラブサンシャインのですね、プレミアムショップが9月の21日から名古屋で、スタートいたしますよということで、で、しかもこれ4日間限定で、オープンがされますのでね、ちょっとこれについて、お話をしていきたいなと思います。まあ、今回ね、プレミアムショップと一言で言っても名古屋で行われまして、でしかもサンリオとプチグルのコラボレーションということで、まあ、これね、前回サンリオエキスポの、メディア向けの発表会の時にシャロンのお三方がね、美しい衣装をまといつつ、記者の前にね登場して、まあ、ちょっとねツイッターとかで結構皆さんびっくりされてましたけども、で、まあ、今回ですね、ミューズとアクア両方とのコラボなんですけれども、まあ、なんでね今回なのかっていう、なんでこのタイミングでサンリオとコラボっていうことになったのかが、まあ、ちょっと自分もよく分かってないんですけれども、まあそんなね、サンリオとのコラボで、名古屋で最初開始されますということで。で、まあさらにね、気になるのがね、なんでこれ名古屋なんだと。大阪とかだったらまだわかるけど、なんで東京とかじゃないんだと、東京大阪じゃないんだってことなんですけども、まあおそらくですね、この名古屋でのですね、ファンミーティングツアーに合わせて、あえて4日間のみ、そして名古屋という、まあ、中途半端といったらあれですけども、普段は東京とか大阪でやるはずなのに名古屋になったと。では概要の方を見ていきましょう。ラブラブサンシャインのプレミアムショップが名古屋に初出店、しかも初出店なんですよね、プレミアムショップは。プチグルラブライブとサンリオのコラボグッズをはじめ、新作のオリジナルグッズや沼津でしか購入できないグッズを販売しますと。購入特典もお楽しみにってことで、まあこれ購入特典も今度つきますからね。で、開催期間が9月の21日から9月の24日、月曜日祝日ですね。はい。まあ僕にとっては祝日じゃありませんけども。はい、普通に平日と変わりません。名古屋駅にあります JR ゲートタワー1階ビルエントランス部分ということで、名古屋駅、まあ通称名駅と呼ばれてるんですけども、名駅にはですね、JR ゲートタワーという高層タワーがありまして、そこの多分1階の表の部分に何かしらのそういうショップができるのではないかなと予想がされてます。で、まああと今回のね、プチグルとサンリオキャラクターとのね、コラボの内容が出ております。まあ、こんな感じですね。ちょっとね、僕がね、知ってるキャラクターがね、ほんと少ないので、ちょっと全然詳しくないのはそこはお許し願いたいんですけども、僕が知ってるのはなんだろう、ケロッピとかマイメロですよね。小鳥ちゃんのマイメロディ。まあ、あとはアクアで言うと、ハローキティ。まあ、これはもうベースですよね。ハローキティと、あとはシナモロール。シナモンちゃんかな？シナモロール。まあ、推しのね、キャラクターがちょっとね、自分の知ってるキャラクターとコラボしてくれたってことはね、若干安心してるところはあるんですけども。まあ、その他もね、18人、サンリオからも18キャラクターコラボがされるということなんでね、かなり大々的なコラボじゃないかなと思います。まあ、今回ですね、サンリオキャラクターとのコラボということで大々的に発表がされましたけれども、まあ、実を言うとね、ミューズはですね、劇場版の時に、キティちゃんと一回コラボをしたことがあるんですよね。だからサンリオと全くこう関わりがないってわけじゃないんですよ。まあ、約3年ぶりぐらいの復活じゃないかなと。で、販売商品の方を見ていきましょう。まあ、まずはですね、ラバーストラップ、ミューズ、アクアと、ラバーストラップが出ます。で、これ、コンプリートボックスが6750円とか、コンプリートボックスの値段が書いてあるので、まあ、おそらくランダムじゃないかなと。これもランダム販売がされると思います。そしてあとですね、このデザインのリフレクターが出ます。はい、このリフレクターもおそらくランダムで発売がされるのではないかなと思います。まあ、これらね全部ランダムなのでね、まあ、ミューズアクアと分類されているからまだ9分の1の確率で出せますけれども、そしてアクリルマグネット、ミューズアクアとそれぞれございます。これはですねガチャガチャ形式となっております。よくゲームセンターとかねいろんなところにあるガチャガチャで回してこれは出すといった形で、まあどっちにしてもランダムであるということには変わりがないんですね。まあ、そしてその他には、アクリルキーホルダーとかね、まあ、このアクリルキーホルダーはさすがにランダムではないと思います。まあ、その他にもですね、まあ、相変わらずのクリアファイルが2種類とも出たり、あとは、これですよね、ちょっと気になったのが陶器コースターということで、まあ、これがランダムなのかランダムじゃないのかそこに関してはまだよく分かってないんですけれども、
まあ、でもね、ちょっとこれはある意味気になりますね。はい、その他にはハンドタオルが出たり、あとはクロッキー帳、その他にはサコッシュ、まあ、サコッシュというとちっちゃいバッグみたいなもんだと思いますけども、まあ、その他にはトートバッグだったりね、その他にも取り扱い多数商品がありますということなんで、まあ、おそらくね、沼津限定グッズだったりそういったものも売り出されるのではないかと。まあ、当日ね、整理券配布等がされるのかどうかは不明なんですけれども、まあ、これ見た感じね、フードコラボとかそういったものは行われないかなと。まあ、ただね、ちょっとサンリオとの今回コラボで、まあ、今後ね、おそらく、まあ、後々東京とかね、大阪とかにもね、こちらのショップ、まあ、バンバン出していくと思うので、決して名古屋でしかね、今後も売りませんみたいな、まあ、そういったことはね、ないとは思いますけれども、まあ、ただね、ちょっとこれはね、ファンミーティングツアーに合わせてのショップのね、出店だと思いますのでね、ちょっと僕も名古屋ファンミ今回参加、たまたますることになりましたのでね、まあ、ついでにこれもちょっと行きたいなと思っております。はい、ってことですね、今回はラブライブサンシャインのプレミアムショップがね、名古屋で3日間じゃない4日間限定でですね、ファンミーティングツアーに合わせて出店がするということで、ちょっとですね、グッズ情報等をチェックしていきました。もしね、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でした。バイバーイ。